林外務大臣は韓国のクォン・ヨンセ統一相と会談し、弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮への対応で緊密に連携していくことを確認しました。韓国の統一相の訪日は18年ぶりです。会談はおよそ40分行われ、前例のない頻度と対応で北朝鮮が弾道ミサイルを発射していることは国際社会に対する深刻な挑戦であるとの認識を共有し、緊密に連携して対応していくことを確認しました。その上で林大臣は拉致問題の解決に向けた協力を求め、クォン統一相から支持を得ました。会談では WBC で日本が優勝したことを受けて、クォン統一相が林大臣に優勝お祝い申し上げます、羨ましく思いますと伝える一幕もありました。